海下山遺跡高地性集落は、日本の弥生時代中、後期に平地と数十メートル以上の標高差があり、平野や海など周囲を眺望できる山頂や、丘陵の尾根城などに形成された集落である。弥生時代の集落遺跡は、周囲に堀を巡らして、外敵の侵入を防ぐ、観光集落が主たるものであり、これらは、米の生産地となる水田に近い平野や、 大地上に形成されていた。それに対して、人間が生活するには適さないと思われる産地の、頂上、斜面、丘陵から、弥生時代中期復興期の集落遺跡、すなわち高知性集落の遺跡が見つかっており、逃げ城や、呂時代などの軍事目的の集落であったなど、その性質をめぐって様々な議論が提起されている。まず、高知性集落の分布は、弥生中期に、 中部瀬戸内と大阪湾岸に、弥生後期に近畿とその周辺部に、ほぼ限定されている。古墳時代前期には、西日本の広島、鳥取に、北陸の富山、石川、新潟に分布する。しかし、北部九州には見られない集落である。集落遺跡の多くは、平地や海を広く展望できる高い位置にあり、西方からの侵入に備えたものであり。 焼け土を伴うことが多いことから、呪しの跡と推定されている。遺跡の発掘調査からは、高知性集落が一時的というより、かなり整備された定住型の集落であることが分かっている。また、狩猟用とは思えない大きさの石属も高知性集落の多くから発見されている。以上を総合して、高知性集落を 山城のように軍事的性格の強い集落とする意見が主流を占めている。しかし、高知性遺跡からも同時期の平地の遺跡とほぼ同じ内容の遺物が見つかっており単なる監視所のろし台といったものではなく、かなりの期間、住居を構えた場所だったことも判明してきている。集落の分布状況から、弥生中期低期にかけて、北部、 九州瀬と内沿岸機内の地域間で軍事衝突を伴う政治的紛争が絶えなかったとの推測もなされている。つまり、機内を中心とした地域で進められていた統合、連合への動きであった。豊中市、勝辺遺跡の木管から石槍が背に刺さった遺体や石族を数本撃ち込まれたらしい遺体も発見されている。これらの遺体は騒乱の犠牲者とみられる。さらに、 弥生中期飛行期という時期に着目し、中国支書に見える和国王の登場や和国大乱との関連を重視する見方がある。一方、観光集落はほぼ、弥生時代前期間を通じて存在した。これは、近隣の国や村との戦いに備えたものであり、北部九州と山とのような遠く離れた地域間の戦いに備えたものでないことが考えられる。二十世紀末期頃からは、 高知性集落を特殊な集落と捉えるのではなく、他の看護集落や非看護集落との関連性に着目し、地域の拠点となる、拠点集落と、その他の集落という関係で見直す動きも出ている。日本最古の高知性集落。その他、主な高知性集落遺跡には、香川県三豊市竹馬城の市運出産遺跡、道県高松市岸、清市小山古墳群、 愛媛県西条市の八道山遺跡、瀬戸内海に浮かぶ男鹿島の山頂にある、兵庫県姫路市大仙神社遺跡、神戸市、小葉野山遺跡、道県芦屋市会下山遺跡、道場山遺跡、岡山市会柄山遺跡、柏原下川山遺跡などがある。高知性観光集落として、新潟県村上市に所在する、弥生時代後期後半の山本遺跡がある。東北の文化圏では、 初めての看護集落となる。長辺100メートル以上、短辺約50メートルの広さで、深さ約1メートル、溝の断面は逆台形である。看護外の土工母群から61点に及ぶ大量のガラス玉が出土している。その他の高知性看護集落として、大阪府高槻市に、弥生時代後期初頭の遺跡である小袖、芝谷遺跡がある。 標高80から100メートルに位置し、東西600メートル、南北500メートルにわたって広がっており、100頭以上の住居や木幹部が発掘されている。集落間の争いを避けるために丘陵に移住したとされる。ありがとうございます。